社長のところの上の部門って、うん、でも大工も今なり手もいないんだもんね。そう、なり手いないですよ。大変な商売だよね。うん、だって仕事を覚えるためにすごい仕事量を覚えなきゃいけないから。一人前になる前の情報量がすごいもんね、うん、それって、うん、あれ建築してる二級建築士たち持ってるじゃないですか、建築士のなり手は増えてんの？建築士はいっぱいいるけど、だ大工、まあ、技能士とか1級とか2級あるけど、大工も国家資格があるんだ、うん、減ってんのやっぱり。減ってんでしょ、だってもう人全然大工とかいないからね。あれ単純にあのこんだけ、この前の動画じゃないから見てて、建築費用があんだけ上がってんのに現場にはやっぱ金流れてない、大工には流れてないよ、おそらく。だそれが問題だよね、うん、大問題だと僕は思うんだけど、うん、だ評価が低いから、大工としてのでしょ、職方の評価が低いからでしょ、うん、あんな技術職ないじゃないですか、きっと、うん、だからかわいそうなんだよ、本当は、うん、みんなだから、なんていうのかな、もう語弊がある言い方になっちゃうけど、みんな軽自動車、汚い軽自動車乗って、うん、で、もう帰りのコンビニでビールなんか飲まないで発泡酒、下手すりゃもうサワーみたいなの買ってね、それでも早く帰れたらパチンコ打って、うん、家帰ってその酒飲んで煽ってる。たまにいい車乗ってるんだよ、水道屋ぐらいだから。ああ、そうだよね。水道屋っていうのはあのその会社の仕事は安いけど、他の仕事ほらちょくちょく種まいたりするんじゃん。あの公共の仕事もしっかりあるんだよね。言葉大変悪いけど、あの僕不動産の地域性で道路掘削すると、うん、10メーター1メーター10万だっけな。だから10メーター掘ると100万になるって話くらいだから、うん、いい商売だなと思うところも正直あるんだよね、うん、だからあの建築の住宅は儲かんないけど、水田も、うん、だけどほら引き込みとかあるじゃん。そうそうそう、ああいうとこで儲けてるわけ。あの公道からこう敷地内にこう水引き込んだりとかでしょ、うん、そうそう。あと行政の仕事がやっぱりだから指定業者って言ってあれこう護衛センター俺組むんだなと俺常にずっと思うけどね、うん、ああいうやり方ね。まあ必需品だからね、まあ、分からなくはないけど、でも、うん、大工が怒ってじゃあもうこんな仕事やらねえ、賃金ねえ、デモとかさ、うん、ボイコットしたからって言ってじゃあお前らいいよってピーンと切られて他のやつ呼べるっていうさ、うん、あの状況も絶対賃上げされない世界だなと思ってるんだけど、うん、だからあのさ、トビいるじゃん、うんうんうん、あれなんか造成とかさ、うん、大きい工事しかやんないじゃん。そうそうそう、本来だったら住宅の基礎やるわけじゃん。そう、住宅の基礎は安いからやらないわけだから、そうおかしいんですよ、うん、でそれでやられなくて建物メーカー自体が困ればいいんだけど、うん、その安い単価でも受ける業者が世の中いるじゃないですか、うん、でもそのうちいなくなるよ、もう。あ、なるよね。あ、だって人がいないんだから。だからトラック運転手いなくなると同じ系統があるから、うん、俺だからもう世の中僕家は建てたくなるなと思ってるんですよ、うん、でうちなんかの親の世代がいっぱいいたけどもう年々減っちゃってるんで。だって親の世代から比べたら下手さ半分以下でしょ、うん、もう半分以下全然いないよ。いないよね、うん、だからそう考えるともう根本的なこの生産構造自体、前の現場監督の動画の話じゃないけどおかしいんだよね、うん、本当おかしい。だから先週かなんかの動画の中で社長だって現場から電話を受けてたけど、あの対応さえもできないんだから今、うん、ほとんどの現場自体がおかしいじゃん。例えば、うん、工事期間中に越境しちゃったとか、ごみの対応が悪いなんて言って僕らがクレームつける時あるわけですよ、現場ね。あの社長がよく見回りしてる時にもあるじゃないですか、聞いて汚い現場なんて。で僕らは臨時の人が自分のお客さんだったりすれば文句言うじゃないですか、返事くんのに1週間とかかかるからね、平気で。で改善するからしないから、うん、でなんで改善しないんだろうと現場行ったら現場にいる人自体はみんな外国人とか、うん、あとはもううちでは全然そんなことをうちでは綺麗にやってるよってむしろ半切れされたりとか、うん、おかしな状態起きてるなと俺思うんだけどね、うん、家建てに外人だからさ。でこれが全然水平じゃないし垂直じゃないよ。だから建物ってひし形になっちゃってる。だから結局、うん、大手メーカーっ
って言ってもさ、うん、太田メーカーって言ったってもそういう状況だと僕サイズ目録テーマにしてんだけど本当は、うん、ずっと今回したね。それは社長のところの仕事の部分に対してサポートしたいって気持ちはもちろんあるんだけど、それは魚の目水の目だから。だけど何でも大手は安心だっていう感覚はおかしいと思うよね。それはないよ、うん、だからやっぱりね、うん、ハウスメーカー買う人はね僕絶対まるまるハウスメーカーの場合ね、まるまるって売ってる、うん、スペース評判って絶対売った方がいいですよ、うん、でそこに書いてることって全部とは僕もさすがに言わないけど、うん、下手すると半分ぐらいは自分に食らう可能性があるぐらいの気持ちの方がいいと思うんだよね、うん、でそれは地元の工務店もそうだと思うし、うん、で僕結構言われたのは地元の工務店さん不安じゃないですか、ちゃんと仕事してくれるかっていう人結構いるんだよね、うん、で決まって大手さんの名前あげるけど、うん、俺なんかいやその方が不安じゃないと思うわけ、うん、で社長はだってパトロールしてるんでしょ、他の現場見て、うん、あらここちょっとおかしいなとか、うん、とあえてメーカー名言ってほしくないんだけど、うん、俺この前聞いたあの話を教えてほしいんだけど、うん、エアコンで室外機を置けなかったらしい。敷地が2つあって2つ建てたんだよね、うん、家を簡単に言うと。いや1つ建てたの、うん、家の中に1つ建てて、うん、そしたらそのメーカーさんが、うん、採寸というか、まあ、最初のあの要は捨て込むって家をこの場所建てますよっていう場所決めがあると、うん、で杭が見つからなかったもんで境界杭ね、うん、だから杭、まあ、こういう敷地があって杭が見つからなかったわけ、うんうん、こっちはあったわけ、うん、で自分たちで測ったみたいで ここだと思って印したの。あ、境界杭ないとこがあって、うん、そこをまあ自分たちが目測でここだと思って打ったわけね、ええ、それで家を建ったわけも完成して、うん、なるほど、そしたら、うん、こっちの住んでる方が、うん、越境してるよって。越境してるし、まあこのね、うん、ブロック塀やるから、うん、で探したら杭が出てきたの、うん、そしたら印してよりあの全然手前だったわけね。そしたらここにエアコンがあってもここの建物の境界がギリギリになっちゃって、うん、なっちゃったわけ。もう合わないわけですよ。今こうあって、うん、ここだと思ってたら、うん、ねえ、それで作った家立ち上がったら掘ってみたらここに境界杭があった、こんだけ狭いよと、10センチくらい大体。そうそう、家敷地小さくなりますよね、うんでここの室外機は置けなくなったって話ですよね。だからあの本来は60開けなきゃいけないじゃん。そうですよ、家ってそうなんですよ、60センチリジット開けなきゃいけないってルールが本当あるんですよ。だそれがもうなくなっちゃったわけ、うん、どんだけでけとかって話ですよね、うん、だからこれを分かってて立ってんのか分かってなくて立ってんのか分かんないわけ、うんうん、だからもう本当はこう、うん、テケトにここが敷地だろうって言ってポーンって打って、うん、それでそうやって家建てちゃう実例があるってことだからね。だからめちゃくちゃだよね。もしかしたら現場監督あたりが印して寸法で、うん、で一出ししたのかもしれない。さっきの一番最初のここだってところ、うん、でもそれは現場監督の責任もあるじゃないですか、うん、だってそんだけ10センチもずれたところに杭だとかここにあるもんだと思って打ってやったわけでしょ、うん、本当はあの測量士呼んで、うん、あの一出しをさせなきゃいけない。そう、境界杭がないところに、まあ、ここだろうってこと自体を、うん、測量する人っていうのはもう分かってますから、うん、データがあるんでそれ踏まえてここだって打つわけだけど、そういうもん自体をしないでやっちゃってるところでしょ、うん、そう、建物の一出し結構みんな甘いんですよ。甘いよ、甘いな、うん、すんごい甘いから。だから僕あの境界、うん、未境界、まあ、僕も売ったこともあるし、うん、それ了承して家出した人もいっぱいいるんだけど、うん、おならみたいな田舎はまだいいとはいえ、うん、まあね、広ければね、広ければある程度向こうも文句を、うん、いやそれでさえも境界ないところには僕なんかは杭打って、うん、ここまでですよっていうことを明示して売る場合なんかもあるぐらいですよ。僕我々不動産屋がスプレー塗ったりとか、例えばね、うん、こういうまあないけどこんなこういう変な変形あるね、こういう変形、でじゃここに家建てるよってなっとするじゃないですか、うんうん、で設計図面はここで5メーターとかになってても、うん、でここで1メーターとか、うん、でこの1出しってすごい難しいですよ。大事ですよね。あの普通の人は道出せらんね。で例えばここが普通に平らならいいけど、うん、ここはのり面とかね、うん、そうそうそう、
大抵こういう場合ってのり面って崖ですよ、崖、こう竹林とかね、うんうん、だからそういうのはあるわけですよ。だからそうなると、そういう細かい仕事って実際はあるわけじゃないですか。だから一で後で揉めるのが嫌だから、うん、自分なんか測量呼んで、うん、で一出しして、うん、だってそんなんでエアコンの室外機が置けないのってこんなんだってもの大クレーム話じゃないですか、っきり言って。だから隣と揉めちゃって、揉めるよね、うん、それでね、その建主の息子さんもほらすごい嫌なあれになって、うん、でうちなんかはブロック塀作んなきゃいけないから、うん、まあね、揉めると中断になっちゃうんでね、結構。あと僕は不動産的に思うのは、そうやってさっき言ったその小田原は基本的に最低交代距離っていう、家と家との間距離っていうのは基本的には、うん、小田原市は条例としては決めてはないんだけど、うん、都会とかあるけどね。でも国の基準として社長が言ったみたいに、2人は60センチ以上外すべき、でそれはあの60センチ根拠はなんか消防車の消防員が中に歩けるようにっていうことで60センチ決めてるらしいんですよ。それは絶対入れるにしようと、でこうやって結果的に60センチない家っていうのは立つんですよ。立って何も問題ないように思うじゃないですか。で今度この家を再販しますっていう時に、次の方が住宅ローン通す時に通らないんですよ。要するに規定外だから、規定外住宅だから、これは担保価値がないって判断されて、もうお金は貸せませんっていう家もあるぐらいなんで、実は社長が言ったみたいに設計図通りちゃんときちっと この敷地があったらここに、ココナッツサブレの2階でこうあってこう作るっていう、こういうのって大事なんですよね、実は。でもそんなんもできないのかと思っちゃうよ、俺はっきり言うと。いやでもね、建物の位置出しはね、まずみんな適当。へえ、どこの業者はみんな適当だから、あの木曽屋さんに聞いてみないととぼけて、どうやって位置出してんのとか、どこだけ人だねでもね、それはねちょっと思う、うん、それで「いや監督はこう食い打ってね、それでやってんだよ」とか言うじゃん、うん、で監督だって自分でやってんだけど、だから適当じゃん。あの木の棒なんか刺して、あのスズランテープかなんかでこう囲むじゃないですか、雑だなと思う時があるんだよね。あ、雑ですよ。だから次の工程の木曽屋さんとかが、うん、あの困るわけ、これでいいのかな、いいのかなっていうか、俺ズレが大きいから。そうだよね、うん、で、あの木の打ち方なんかにしたっても雑にやってるし、だって、うん、一番最初の輪郭書きでしょ、要は家のここにこう建てるっていう、うん、それがずれちゃうって、うん、だあとこの敷地があるんでしょ、この教会、うんうん、これ杭が、まあ、あるじゃないですか、うん、でブロックかなんか積んであるんでしょ、うん、でこのブロックは曲がってん場合がある。ありますね、よくある。でその曲がったところでね、1メーターと測っちゃうと曲がったズレからズレていっちゃう。経年して悪い場合とそうじゃないケースがあって、経年してこう斜めになってるのもあるし、うんうん、あ特にあの上の金網フェンスみたいなやつはこう揺れちゃったり、下の土台も揺れたり、あともう一つは小田原あたりは玉石の、ああれね、玉石のあの教会のやつっていうのがものすごい嫌なんですよね。だからあの家が建ったら位置なんか移動できないから。そうだよね、自分の場合も測量費呼んじゃって、うん、位置出ししてるんです。まあ、その方が何かクレームついたとしても根拠で対抗できるんですよね。まあ、それはね、あの本当は自腹になっちゃうんだけど、うん、後でクレームになったら大変じゃん、うん、そう、うん、みんなあれだから、ただのスケールヒュッと開けて、そうそうね、状況だ、あこんなもんだろう、いや、うん、本当にそうやって、皆さん考えられないかもしれない、そうやってそれははっきり言う、うん、大手のハウスメーカーだってそうだよね。そうですよ、本当に本当にそうだから、うん、全然ルーズだから、いや本当にびっくりするぐらいルーズだから、うん、でやっぱりそこは、うん、そんなところまで、ね、ちゃんと一出しちゃんとやってくださいよって、まずは向こうの営業マンがものすごい嫌がるから、あめんどくせえ笠原みたいなやつだなっていう、もうそのぐらいなイメージも、うん、でも家建てるって本当はそのぐらいちゃんとやらないと、うん、だから広ければいいんだけど、うん、例えば裏がね、境が1メーターになっちゃうと、うん、やっぱそこはちゃんとやらなきゃダメですよね、うん、絶対今言ったけどそこに流れ住むこと絶対リンチで揉めますからね、うん、不思議と、うん、本当に揉めますから、うん、
いやあんまりこの動画見てると、綾原さん、家が買いづらくなりましたって人も今からねだんだん家買うの不安になってきましたって。いや、ちゃんとしてる工務店のハウスも、それは要は企業の大小じゃないんだよね、人だよね。そうそう、担当者がちゃんとしてるかだよね、人なんですよ、人、うん、人が一番大事だ。もうそこに尽きる、うん、こっちが聞いたらすぐ現場に言う人さ、うん、戦前会じゃないか、そうやってすぐ対応する人、うん、じゃなきゃ、うん、もうね、変なの建てられたら、もう出来上がったら文句言えないからね、はっきり言って、家ばっかりは、うん、もう泣き寝入りになっちゃうと思うんでね。いや、完全泣き寝入りですよ、うん、だってそんなのいっぱいいるからね、ネットの評判とかで調べると、うん、〇〇ってハウスメーカー、各スペース評判、僕絶対調べるんですよ、どんなことでも、うん、そうするとやっぱりね、多いよね、うん、そういう人だ、やっぱりちゃんといろんなこと聞けるところだけど、うん、一出しね、確かに、うん、一出しね、結構やっぱり測量士じゃないと一は出せらんないんで、まあ、出せないでしょうね、出せらん、大工じゃ無理だもんね、そんな大工じゃ無理、そうそう、うん、最後 X 上なんかによると、中国の建物ってなんであんなにバランスが悪いのかっていうことを言った時に、1メートル定規の長さが全部各メーカーで違うんですよね、1メートルブレちゃってるなんて、それでやっぱり建物がずれちゃうんだなんていうのを告白してるやつがいたけど、まあよくわかるよね、うん、だってもう本当にざっくりだもんね、さっきの玉井氏とか不安のとこでもね、やっぱそこり屋さんとかちゃんときっちりやる人の方がやっぱりちゃんとしてるなと思うもんね。だから後々ね、ね、さっき言った例は少ないけど、そんなもう10センチも出れちゃったら大騒ぎじゃないですか。いやいやいや、大騒ぎですよ、だって建設会社がここ立ち出して、そんで1出ししたんだからさ、でそれの間違えたものを基準にして、うん、変な映画立っちゃうんですよね、家ってね、うん、立てられちゃって、ね、立てられちゃうから、んで開けたらなんだ、内側に入っちゃった、予定は60あったと思うんですよ、そうそう、それが短くなっちゃった。だって変な位置出しが間違えてます、あと怪しい基礎の基礎も間違えてます、うん、で上の構造だって間違えてますって言っても、そんな間違った家建たないと思うじゃないですか、立っちゃうんだよね、うん、これ今家って不思議なもんで、うん、なんとかんとか何でも立っちゃいますよ、うん、技術論じゃない、あれが問題なんだよね、立たなかったらやり直しになるけど、うん、いやまあ知らねべオーナーさん分かりゃしねえからやっちまべやってなるのはこの業界じゃないですか、うん、聞いて、もうみんなほら仕事もらってるっていうのもあるから、人のことはやんないですよ、やらないよな、うん、あやっぱそこも俺問題だなと思ってるんだけどね、うん、まあ、で変なそういうのが小田原とかこのエリアがないんじゃなくて、このエリアだってもうね、話で、それ社長も聞いてみて、うん、僕も聞いてるからこうやって話ができる部分ってあるからね、正直言うと、うん、だいたいこういう話で月1回ぐらい入ってくるよね、あそこがヘマやってるようなって話も、本当に。で、社長の前回の怪しい基礎見て、視聴者さん自体が建設現場見てたら同じようなものありました、下の基礎の部分が色が違うところって、うん、やっぱあるんですよ、あんまり本当啓発ってなってきたらだんだんね危ないので、でもそんなのでもね、そういうメーカー何でもいいけど、そういうメーカーばかりじゃないよってことだけは皆さん知ってほしいです、うん、全部が悪いじゃないし、全部がいいじゃないよってことだけ知ってほしいなと思います。社長いつも違ってこの雑談でここまで来ちゃったり、もう、途中で気づいたりしたら撮ってるってこと、そうそう、もう許してちょうだい、あ、いいそんなですね、じゃあもうそんな感じで3本目の組で、じゃあ最後ね、はい、手振ってバイ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 、はい、雑談でした、はい、おっさんの、はい。